はい、こんにちは今日は「えー、とトニーホロヘ」っていう呪文の言葉をねみんなに覚えていってもらってるんですけれどもシャープがねつくのは何蝶々とかシャープが2つつくのは何蝶々とかフラットが2つつくのは何蝶々とか3つつくのは何蝶々とかねそういうのを覚えていくために「トニーホロヘ」っていうのをメモにさっと書いといたらじゃあシャープ3つだったらイチョウチョウだなとか。 シャープ5つだったらロロチョウチョウだなとかっていうふうにすぐにわかる呪文の言葉をね覚えててねーって言ってたんですけどじゃあこれフラット一つだったら何長々かなとかフラット3つだったら何長々かなっていう時はこれがトーニー・イーホーローヘはシャープのねつく順番シャープが1個シャープが2個シャープが3つシャープが4つシャープが5つでシャープ6つこれはもう えい、へちょうちょう。国権から始まるのでね、ちょっとここ黒くしておきますね。骨権から始まる、えい、へちょうちょうですね。そしたら、フラットが1個だったら何かなっていうのは、もうこれはもう完全にシャープとフラットっていうのはいつも言ってるけど、反対言葉なのでね。反対言葉で考えたらいいようです。なので、こんな風になりますね。フラット1個だったら、へちょうちょうです。そしてやっぱり反対言葉なので、 なので1個だったら「へ」ちょうちょうだけど2個だったら「へんろちょうちょう」「ふ」3つで「へんほちょうちょう」「4つで「へ一いちょうちょう」「ふ」5つは「へんにちょうちょう」「6つは「へんとちょうちょう」ってなりますね。 反対言葉しっかり覚えててねそしたらこれ英語で書くとどうなる、はい、では英語で書くとどうなるかじゃあ「とう」は「G」ですねそして「に」は「D」です「い」は「い」は「A」ですね「ほ」は「E」ですそして「ろ」は「B」これ英語だよドイツだったら「は」になるけどねそして「 弊町長は F 都町長は G メジャー二町長は D メジャーこんなふうになってますよねそしてやっぱり、えー、ここだけがシャープの場合は黒権フラットの場合はこんだけが黒権からスタートする町でしたねなのでこれだったら、えー、G メジャーシャープ1個。 D メジャーシャープ2個3つが A メジャー4つが E メジャー5つが B メジャー6つは F シャープメジャーですねでフラット1個はフラット1個は F メジャーフラット2個は B フラットメジャー黒剣から始まるか B フラットメジャーフラット3つは E フラットメジャーフラット4つは A フラットメジャーフラット5つは D フラットメジャー フラット六つは G フラットメジャーになりますね。で、このトニーイホーロヘみんなに覚えてもらっ 痛い言葉なんですけど英語でパッと言うには英語で書くには何メジャーかパッと分かりたいためにはこう書くんだけどこれ語呂合わせにねすごく素敵なあの言葉使われてお歌作られてる先生がいらっしゃったのでねちょっとそれ使わせてくださいねって真似させてくださいねって言ったら OK もらったので書きますよ。gdaebf ここれはこれははちょうどねあの いくつつず離れててるかっっ言たら5度ずつ遠からに行って5度ですねまず八丁帳が何にもつかない腸なので八丁帳どうが何にもつかない腸でしたねなので八丁帳から5度上八丁帳から5度上で相のと長腸でシャープが1つですよまた5度上がって相からレ そうから0で12345で0でシャープが2個ですよっていう風に5度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 ,5度ずつ変わっていきますよその5度ずつを覚えるのが大変なので元にイホロヘで覚えてね GDAEBF で覚えてねこれ結構あの覚えにくいかもしれないので呪文の言葉はこれなんですって5度 ね、5度ずつ変わってからね5度圏とも言いますよね5度あえばです5度あえば5度あえばふうって歌って貼りましたすごくね覚えやすい5度ってちょうどこれ5度ずつですのでね5度あえばふうって書いてしまえば英語音名でシャープのつく順フラットのつく順全部一目でわかります